じゃじゃん、昼間に来てみました。玉川浄水給水路浴道。ちょっと雨が降ってきましたが明るいです。ゆっくり散策してみたいと思います。五条先生ではない。誰かが乗ってたのかな。揺れてます。雨の日はアレルギーがすごくて鼻水がダラダラです。あ、ちょっとうるさいかも。結構ポツポツしてきたので傘さしました。何かの跡だったっぽいとこ。なんだろうね、説明がないんです。昼間ですが人通りが全くないので結構大きい声で喋れます。不審者だって思われても大丈夫、人がいないから。あっちが消防署みたいな。違うね、警察かな。いろいろ考えたら安全そうな道なんですよ、物理的にね。消防学校、消防署、消防庁だ。消防車がいっぱい止まってます、左右両側に。で、ここが杖の真ん中にドーンってある木ですね。本当にど真ん中にあるんですよ、ドーンって。この木は切っちゃいけない木なんです。すごく立派なんです。で、今日はこの緑道だけじゃなくってもう一つ紹介したいところがありまして、そちらも行きたいと思います。大樹様、前回は夜で見えなかったけど今回は昼間なので見えます。美しいです。どんどん行きましょう。夜はここが怖いと思います。狭いからね。
そのまますぐ行くのではなく、左に曲がります。海が結構怖い。このトイレよく借りるんです。この地下街は怖いの。なんでかわかんないけど怖い。牛久保地蔵様です。この笹塚という町が昔、罪人を処刑していた場所で、罪人を処刑する場合は普通の人よりも結構ひどい感じの処刑をしていたので、このお地蔵さんが置かれたんじゃないかっていうお話があります。でずっと不思議に思ってたんですよ。お地蔵さんの顔がね、見えないんですよ。なんで見えないんだろう、普通見えるよなって思って。で、その処刑のお話を聞いて、なるほどって思いました。